おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV では日々アクアリウムの動画を配信しておりまして、アクアリウムに興味のある方ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そしてこちらの水槽なんですけれども、まあ昨日ね、はい、こちらコリドラスの卵をですね、まあ、見つけてちょっとテンション高めの動画を配信させていただいたんですけれども、まあコメントでね、翌朝コリドラスに全部食べられちゃって、あの卵なくなっちゃったよっていう人もいたんで、マジかと思って朝1寄ってみたら、まあ、まだ残ってました。ちょっと食べられたけど、でね、もう速攻ですよ。速攻移しました。食べられちゃったら嫌だもんだって。うん、速攻移しました。でね、こちらの水槽に今移して、待機しているところですね。元気は元気。ただちょっと、どこに行っていいのか分かんないって感じなんだろうな。ずっとここにいますね。うん、まあ、ちょっと居心地悪いのかな。うん、まあ、体調が悪いって感じではなさそうなんだけど、さっきも餌めっちゃ食ってたからね。うん。だけれども、まあ、ちょっとまだ、馴染んでない感じがしますね。うん。まあ、元気でございます。ちなみにディスカスさんも元気でございます。ちょっとあんまりね、動かないんだけどね。うん。多分元気だと思う。そしてこちらの水槽にね、移した、ここにいますね。ここにいるゴールデンハニードワーフグラミーなんですけれども、まあ、この水槽には、その、ヒドラっていうね、ちょっと小さい微生物がいて、で、ヒドラ毒持ってるんですよね。だから普通は嫌なんだけど、この水槽は一応そのグラミーがね、ヒドラ食べてくれるっていうことで、そのままね、私が駆除しないで放置してたんですけれども、実はね、この親のグラミーを入れる前に、すでに、全滅してました。うん、全滅してた。ちっちゃいね、ここにいますね、ここにいるね。うん、このね、子供のね、稚魚のグラミーがね、結構多分食べてたんだと思う。あの動画の後ね、2、3日で、あれ減ってきたなと思って気づいたらいなかったんで、ちょっと動画に収めることはできなかったんだけど、多分ね、バックバック食べてたと思いますね。うん。この小さいね、グラミーでも、ヒドラ駆除には役に立つっていうのは言えます。確実に言える。で、一応、ろ過なしなんですけれども、エアレーションはしてます。で、結局、ヒーターだけ入ってる状態でやってたんだけれども、ヒーターだと水流がないと、まあ、あれですよ。ファンヒーターじゃなくて、普通のね、昔ながらの、ストーブだと、ストーブの周りしかね、温まらないじゃないですか、なかなかね、部屋全体温まらないと。うん、その状況だったんで、一応、エアレーションで、水流を起こして、で、まあ、水槽全体を温めようっていう感じで、やっているということなんですけれども、それ以外はもう本当にろ過がない状態。いやね、それでもここまで透明度が上がってきたからすごいもんですよ。うん、一時期はねめちゃめちゃ汚かったんですけどね当然水替えしてないんですよ、この水槽ね。うん、水替えしなくても大丈夫ぐらい調子がいいですね。うん、もうだから、もうこれもね、3月グリーンウォーターの時に1回変えたぐらいで、正直その後1回も水替えしないっていう、うん、それでも全然余裕っていうのは、やっぱ奇跡の水槽、まあこれね、別名奇跡の水槽って言うんですけど、まあ、なかなかですね。うん、まあそれに関してはまたなんかちょっとまたいろいろね、私の考えをまたまとめて、はい、動画にしたいなっていうふうに思ってます。そして話は戻しますけれども、こちらの水槽ですね。うん、今は、卵をね、孵化させて、で、コリドラスの稚魚を育てようっていう、形なんだけども、一応ちょっとここにね、ここに計量カップがあるんだけど、ここに、4粒だけ、ちょっと落ちちゃった、卵があったんで、それを救出してここに置いてます。うん、だから稚魚もね、ちょっと観察してみようかなっていうふうに思います。
水は循環させないんだけれども、スポイトでね毎日ねちょっとずつ変えて、うん、綺麗な状態に保っていこうかなとは思うんだけれども、今そういう状態、ここに卵があってこの中にも卵があってここのやつは、あの観察用ね観察用に、していきたいなっていう感じでございます。やっぱねアクアリウムやっていると、まあ悲しいね別れとかもあるんだけれども、こういった形で、まあ、あの新しい命の誕生にもあの、出会えるっていうのはね、まあ、そういった瞬間に立ち会えるっていうのはなかなかいいなっていうふうにも思ってますし、何気にね私結構あの最近この1年、さっきの、ね、ゴールデンハニードワーフグラミー、ピグミーグラミー、あと今度コリドラスか、ちょっとね、繁殖に成功させているっていうことで、今年は結構、いいかもしれませんね、うん、本当にそこら辺でもちょっと楽しめたなっていうふうには思ってますね、うん、なんかコリがみんなこっち向いてんな、いやなんか面白いなコリドラスって元気かな大丈夫かな、なんか無表情だから分かんないですね、うん、まあ一応さっきね結構活発に泳いだんで大丈夫だとは思うんだけど、カメラを向けるとピタッと止まるんだよな、大丈夫かな、うん、まあ正直ねコリドラスに関しても唐突だったんで、いきなり卵出たみたいな感じだったんで、まだいろいろどうやってあの育てていいのかっていうのが悩んでるんだけれども、まああのこちらのね、まあ正直不安なことも多いんですけれども、こちらのね水槽も稚魚専用の育成の水槽でガチッと固めれば、まあ、うまくいくんじゃないかなっていうふうにも思っておりますし、またちょっとね隔離している子たちは観察用にということで、どういったね、姿を見せてくれるのか、ちょっとね寄れるマクロレンズっていうのも使ってね、あの小さい稚魚を取っていければなっていうふうにも思ってますので、よろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、あとコメントどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということでお送りしましたのは私朝日でございました。じゃあ